そんな感じかなあとは何だろううんあとはあのいつもいつもっていうかあの新しい衣装新しい衣装着た時に送ってるあのメモリーメモリーの「あの紅白の」あの 7, 7周年の記念公演の時の衣装のえっ、ー、と。 衣装の紹介を今日は送ってそ,うそれが多分1通目に届いてるんだけどそれをね送ってって感じかなそう今日はその2通を送ったかなそうそんな感じですかねそうっていう感じです <laughs> <laughs> そう昨日は昨日ね昨日だけか昨日だっけか,昨日だっけかあの配信の後にすぐそうご飯食べてちゃんとちゃんといっぱいご飯食べましたそう白米にあのいくら白米にいくらかけたのとあとかぼちゃかぼちゃのね煮物とあとお味噌汁と。 あと何食べたっけな何食べたんだっけあ肉じゃが肉じゃがとあとえー、あそれだけかもそうそれだけ食べてそうで今日の朝今日の朝アップルパイ食べてでその後に豆腐の豆腐のやつ食べた <laughs> ねやばいお腹空いてきた やばいね今日もさ今日もこんな話してたらお腹空いてきちゃうんだけどそう昨日はそれを食べて今日の朝持ち越しして今日の朝食べたかなそうって感じですそうなのそんな感じかなそう昨日結局そう そんな感じかななんか思った以上にあのかぼ,かぼちゃが大量で <laughs> かぼちゃが大量でお腹いっぱいになっちゃってそう結局豆腐バーはそうあの朝食べたんだけどそうめちゃめちゃ美味しかったかなそれくらいかなでもそんなに。 そう今日もね今日は今日やばいね今日 <laughs> 今日食べたものが今日もね白米とお味噌汁とかもろもろおかずとかね食べてそう今日はねあの早めに夕ご飯食べれたのそう今日早めにね夕ご飯食べれたからあのみんな家族と一緒に食べた久しぶりに来れましたあ,ありがとうございます <laughs> ありがとうございますそうあの久しぶりに家族でご飯食べれてめちゃめちゃよかったそうって感じですかねそんな感じだったかも今日そうかなあと何やったかな今日はうんってくらいかもしれないです めちゃめちゃ美味しい美味しいご飯食べましたくらいかなうん <laughs> そうそうなのよね結局みんなはあのあとご飯食べたの <laughs> なんかさみんな結局昨日の配信のさあとなんか「お腹すいた?」みたいな言ってさなんか これから食べちゃうかかもみたいな <laughs> なんかさ今日朝返信メール今日あの返信メール読んだらさ昨日あの後なたか食べましたみたいななんだっけななんかねたな食べましたみたいな人多かったあそうお汁粉だそれだそれも読んだんだそれを読んだ気がするそうめっちゃ印象に残ったそうねなんかみんななんか食べたみたいな人い,いっぱいいてさ そうあの結構 <laughs> あみんなも食べたんだって思ってそうね食べなかった方もねいるけど食べた人食べた人が結構いてびっくりしましたやっぱ食べたくなるよねなんかさ誰かがさあのこう配信とかで食べ,食べてたらさなんか自分も食べたくなっちゃうよねそうねわかる めめちゃめちゃゃわかるる食べたくなるんだよね私もさ誰かが食べてるところを見,見るとさめちゃ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 食べたくなっちゃって <laughs> そうめちゃめちゃ食べたくなっちゃってさそうなのよねね私もめちゃめちゃ食べたくなっちゃうから本当にそう気をつけないとよね でもさ、なんか夜夜になってさそういうさこう動画とか誰かが何かを食べてる動画だったりとかさ、まあ、ショールームもそうなんだけどそうなんか食べてるやつをさ見る機会って多いじゃない夜の方が。そう,そうなるとさやっぱあれよねダメ <laughs>、ね、だ,だ,だと思っててもさ食べたくなっちゃうよ そうなんか <laughs> わかんないけどさそうなんかねそうな,のな,なんでだろうねなんかたまたま開いた動画がさこう食べる系のものがお多い気がする <laughs> なんでだろうねなんか最近の方はさウーバーとかのやつをさ動画にしたりとかさなんかこう 頼み合い企画みたいなウーバーイーツ1万円頼み合い企画みたいなのをやってらっしゃるじゃないなんかそういうのをさめちゃめちゃ見るのが好きで <laughs> めちゃめちゃ見るのが好きでそうなんかじ自分も実際やってみたいなって思うんだけど今度今度スモ,スモテヤンヌとやろうかしらあでもなスモテヤンヌさスモテヤンヌめっちゃなんか。 大量に送ってきそうだよね <laughs> なんかすごいこ細かいものをいっぱい送ってきそうでちょっと怖くなってくるけどさでもなんかやってみたいのめちゃめちゃ大変なことなりそうだけどなんかそういうのもなんか面白いなってそう細かいのもそうあのなんか そんなそうコスパコスパめっちゃよくして送ってきそうなんかたくさんコスパよくしてたくさん送ってきそうなんかすごい高い高いのを高いのを1個とかじゃなくてなんか細かく分けて送ってきそうでちょっと怖くなってくるけどそうそういうのもなんか面白そうだなって思った私,私がもしスモテヤンヌに頼むとしたらサラダサラダを。 サラダを <laughs> これでも買ってくらいたくさん送ってあげるかなあのスモティアンヌはですねサラダを主な主食なのかわかんないけどすごいサラダを食べるんですよだからそうめっちゃスモ,スモといえばサラダってくらいめっちゃサラダ食べまくってるからあえてその大好物大好物なのかな大好物なサラダをたくさん <laughs> たくさん送ってあげようかなとかそうあと欲しいもんねあのお互いお互い大好きな <laughs> お互い大好きな欲しいもんをそうお互い大好きな欲しいもんを送,送ろうかしら <laughs> めちゃめちゃ面白いことになりそう <laughs> 1万円分サラダみたいな <laughs> あでもさそれもいいかもなんかウーバーとか関係なし ウーーバとか関係なしにあ寝る寝ちゃうね今度来るねありがとうお休みゆっくり休んでねそうあのなんだっけあそうそうウーバーじゃなくてあの1万円分サラダ企画みたいなのも楽しそうだなって思ってそうなんかそういう企画も面白そうだなそうそうなの星も芋コンビなんですよねここ。 そうなのよスモティアンヌとは欲しいも欲しいもコンビでですねそうめちゃめちゃ欲しいもが好きっていう <laughs> あのたまたま持ってきた欲しいもが同じっていうねびっくりだよねたまたま持ってきた欲しいもの種類が同じなのはそうさすがにびっくりしちゃって驚,驚,驚きました <laughs> そうだからそう欲しいもね美味しいです本当に。 そうなのよねだからなんかそういうのも面白そう「星星1万円分星いも企画」とか「1万円分星いも企画と」<laughs> 企画とかねこれから何何何ダンスとストレッチえー、頑張ってねダンスとストレッチ頑張れファイト <laughs> 大丈夫かなエールエールってさ難しいね <laughs> そうスモティアンヌとは気が合うのよめちゃめちゃそうありがとう 今日も可愛い大好きですありがとうございますめっちゃピエン <laughs> めっちゃピエンだけどありがとうございますそうめちゃめちゃねそう星も星もペアなのかな星星も <laughs> そうえめちゃめちゃねなんか最近でもないけど結構前からだけどすごいなんかそう話すあのずっとずっと一緒にいることが多くてそう なか仲良ぴなんですけどそうそうなのねそうなんだよねだからなんか今度ね2人で2人でなんかできたらいいのにね2人でまあコラボ配信からかな <laughs> コラボ配信からそう始めるかなあダイエットって言ったのかダイエットダンス ストレッチしますあーそうなのね頑張ってファイトですえ私もストレッチしないとな <laughs> ねそう波長多分合うんだよねそうお見せしたいですコラボ配信なかなかね一緒にコラボできる時間がなくてねそうもうちょっとあの時間に余裕があったらそうコラボ配信したいなって思うんですけどえー欲しいもえー、美味しいよ ブランド欲しいもんえ欲しい欲 <laughs> 欲しいもん欲しいいもなねめちゃめちゃ美味しいじゃんそうかわいいですねってありがとうございます本当にそうコラボ配信いつかねできたらいいなって思ってあの <laughs> そう思ってます考えてるんだけどなかなかねそうなの一緒の時間に空いてることがあんまりなかったからそう そうなの。あ明日仕事早いからまたねお休みお休みなさいゆっくり休んでくださいお休みそうコラボ配信までに欲しいもん <laughs> 用意してくださいますこんばんはってそう欲しいもんねめっちゃ欲しいのよそうそうそうなんだよねそうスモとのね配信時間の関係もあってねそうお互いに、ね、配信配信できる時間がね そうちょっと違うからねやっぱり年齢が年齢があれだもんねそう違うからお互い配信できる時間もちょっとずつ違ってまああのあれよねお休みお休みの日のお昼とかさこうあの昼間昼間とかだったりさこうお互いね時間が空いた時に配信できればいいんだけどやっぱ休みの日もお互いさあれだよね 休みの日は休みの日でほらここでねやっぱ配信したい時間があ,のあ,うあるだろうしお互いのね時間がやっぱりそう重なった時じゃないと難しいからなかなかねそう時間を考えるのもちょっと大変なんだけどさそうまあ機会を見つけていつかね配信コラボできたらなって思っててそうなの。 ね、本当にできたらいいです <laughs> って考えてますそう誰かとねまずコラボ配信したいなあの、他にそう相撲以外ともねそうしてみたいしそのいろんないろんな方とねコラボ配信できたらいいなーってすごく思ってるのでね それにはねお互いの時間をねやっぱ合わせないとなんですよねそこだよね一番大変だね <laughs> 一番大変だそう本当にそうだからねまたそうお互いのね日程が合う時にね考えてますくらいかなそうそうなの よい,しょよいしょ大変よねねねそうなんだよね皆さんにもねあのコラボ配信するときにお知らせお知らせしてから配信したいしねこの前はねめちゃめちゃゲリラだったからさ <laughs> そうこの前めちゃめちゃゲリラだったからさすごいあのねびっくりされる <laughs>、ね、入ったら急に。 入ったら急にコラボみたいな感じだったけどさそう今度はね前もってねお知らせしてねそう皆さんが見れる時にねコラボ配信できたらねすごいいいなって思ってるからでもあの「ゲリラ」も楽しいよね急に急にコラボしようみたいなさ <laughs> 急な急なコラボもさそれはそれでさあの面白さ楽しさがあるからさそうめちゃめちゃね いいなって思ってそうなんです <laughs> そうなのねめちゃめちゃ本当にふっかるすぎて本当にびっくりしました <laughs> まさかそうまさかあの許可まで許可まで取っていただいてるとは思っても意味なくてですねすごい対応が神対応すぎてあの本当にイケメンでした <laughs> イケメンでしたね対応が本当にイケメンすぎてもう めちゃめちゃプロめ <laughs> めちゃめちゃゃプロですほんとに <laughs> びっくりしちゃってそう本当に <laughs> またねそうああいう形のね配信もできたらすごくいいなって思う,う思います <laughs> そうねえそうなのよねあのなんだそうそうまたね配信がこうやっておの同じ時間 同じ時間に配信が被ることがあったらねそうねっ一緒のタイミングでそう配信できるけどね本当にそうまたまた見たいよね独特ないつものやつ <laughs> すごいすごいなんかセクシーになってたいつものやつがあれまた見たいなって思うんだけどそうめちゃめちゃね ねそうだよねめっちゃさすがですよね本当にそう本当にさすがだなって思うだからねまたね一緒にコラボした時にそうできたらねいいなって思うんだけどね本当にそうね本当にイケメンすぎたよね <laughs> イケメンすぎた本当にびっくりしちゃうよねすごい対応力がね そう先輩とのねそう先輩との絡みそう新鮮よね本当にそうめちゃめちゃ面白いトークだったしねそうめちゃめちゃトーク面白かったあまたねおやすみなさいっておやすみなさい見てくださったありがとうございますゆっくり休んでくださいねそうめちゃめちゃそう癖は強めだけどめちゃめちゃねそう <laughs> 面白い面白配信になってそう ねびっくり <laughs> なんかもうさトークがめっちゃうまいからさそうやっぱさ回,回し方がめっちゃうまいですよねほんとに回し方がうまくてさ菜々美さんはさすごい私に話しかけに来てくださるんですよ すごい話しかかけに来てくださるからすごいお話ししやすくてやっぱりなんかこういつも話してる感覚いつも話してる感覚でお話しできてめちゃめちゃ楽しい配信だなって思ってそう,そうなのいつもね話しかけに来てくださってお話もね聞いてくださったりするからもうその感覚でお話ししてくださってめちゃめちゃねそうありがたい本当に楽しい。 ね、すごいよね本当に。ねめちゃめちゃそう面白い <laughs> 面白い方面白い方でいいのかなそうすごくね明るくて面白い方でそう <laughs> すごいよねあの本当に笑いの神様がついてるくらいさ <laughs> 絶対笑いの神様がついてるってくらい。 うね <laughs> 絶対ついてるすごい面白い個人的に本当にめちゃめちゃねあのこう何て言うの話し方とかあのそういうお笑いのセンスみたいなのがすごく好きでそうめちゃめちゃ好きでだからそう私もさこうねあのこう そういうい何 <laughs> 自然とさこう笑いに変えたりとかさできるのがね見習いたいくらいすごいなと思ってそうねめちゃめちゃいい <laughs> そうまたね今度なんだろうそうどこかね私が私がもしどこかにこう 出させていただく出演出演させていただく機会があったらこうなんだろうそのこう参考に参考にさせていただいて私もこう笑いをね取れるように頑張りたいかなって思っててそうでもなんかあの自分が自分がなん,かおもなんか面白いって思って。 あのこう思って口に発した言葉じゃないない時なんか不意に出た言葉って言うんですか不意に出た言葉がすごいなんかなんかこう何だろう自分が笑ってほしくて言った言葉じゃなくて全然なんかすごい大真面目に答えたやつ大真面目に答えた言葉とかでもすごく 面白く受け取ってもらえることってあるじゃないですかなんかそういうのすごくいいですよねなんかすごいそ,それこそなんかめちゃめちゃ面白くないですかなんか意図,意図してない時になんかこう取られたやつがめちゃめちゃ面白いなと思っててそう,そういうのめちゃめちゃいいなっていう感覚ではある <laughs> 何を言ってるのか分からなくなってきた <laughs> そうだからなんか不意に出た面白い言葉ってめちゃめちゃそうねいいですよねそう本当にそう,そう,い,う,そういう面白さめちゃめちゃいいなと思ってて特にねあのはるかさん覚えはるかさんとかなんかもう「素が面白いじゃないですか <laughs> そうか「がなんか素顔 もうあのそう普通に喋られてるあの素がすごくね面白いからんかこう人をこう笑顔に変えるそう力を持ってらっしゃるからそうすごいなって思っていつもそう <laughs> あそうだそうこの前さあのこの前あの小堀遥さんのショールームにねお邪魔させていただいたんですよ。あの おしゃべり会の時ですかねおしゃべり会オンラインおしゃべり会の時にあの私あのはるかさんが配信してるの知らなくて <laughs> 知らなくてはるかさんの前にふとふとこうひょこって出てたら「あおいで」みたいな感じで言ってくださってそうちょっとだけねあのそうちょっとだけそう映ったんですけどそうめちゃめちゃ。 あれですよねなんかすごいね本話化されてる方ですごくね本話化されてる方でそうめちゃめちゃ何まとってるオーラまとってるオーラがピンクみたいなま <laughs> とってるオーラがピンクみたいな感じでそうすごく本話化した方なんですけどめちゃめちゃ 面白い面白いも兼ね備えててそうすごいこれからも話す機会がねまたあったらたくさんお話たくさんお話ねそうしたいなーって思ってそうめちゃめちゃねすごくすごくそうあの連絡もねあの ちちょこちょここささせていただいてていいたただあ、鈴木ひとみんんの配信が始まりまりしたごめんなさい <laughs> そう連絡もねたまにちょこちょこさせていただいててすごくこうそうお話お話しする機会はそうあの前に比べて結構増えたかなってそう前に比べて結構増えた気がします一緒に一緒にお話しする機会が。 <laughs> そうめちゃめちゃねそうそうなん、だからねそうよかった <laughs> よかった結論が <laughs> 結論がよかった <laughs> そうそうなの最近お話しする機会が増えてすごく嬉しいです ねそうなのあそう久しぶりにそう配信が始まったは配信が始まった通知が <laughs> そう私あの一応ねあのひとみさんひとみさんの通知というかひとみさんしかあれなんですフォロー <laughs> フォローというかあのあれなんです通知にしてなくて通知そそうそれだけピュッ すぐわかる <laughs>。そう。ね。今日も。今日もそう。通知がやっときました <laughs>。やっときました。ってか、来ました。通知が。そう。嬉しい。嬉しいけど、見れ、見れない <laughs>。そうじゃん。嬉しい。嬉しいは嬉しいんだけど。そうなの。見れないというね。 そこなのよ問題問題そこなのよね通知通知確認はできてもそう通知確認はできたものの <laughs> 見ることができない今日はそうどんんな髪型してるんだろういつも大体いいおろしおろしだったりツインテールだったりとかさするか あの見れた日あれだあの見れた日はあれなのなんかだいたいあのひとみさんと同じ髪型にして配信したりする時もある <laughs> 見れた日はそう髪型確認できた日はひとみさんと同じ髪型で配信してたりとかするかなそう そうなのめちゃめちゃそういつものように結構確認はするんだけどでもね確認しても見れる時間がないからそう一瞬開いて一瞬開いて終わっちゃうだけになっちゃうんだけど最近でもそう見るときはねそう結構ねずっと見てたりしてそうめちゃめちゃ。 みみ見てます <laughs> めちゃめちゃ見てますそ,そんな感じかなあとあ今日なんかまあ皆さんがね <laughs> 皆さんがねあのすごくあまた逃避配信だったそうだよね ひとみさん結構あの頭の部分だけそうひとみさん結構さそうなんだよね頭の部分だけさそう本当にね頭の部分だけのそう配信が多いからさなんかなんかしてるよね大体いいんかなんかしてるの <laughs> なんかしてるそう大体んかなんかしてるから大体逃避配信なんだよねそう。 だからなかなかお顔をあげてお顔をあげ, <laughs> げていただけない時がそう、あるんだけどだいたい何かしてるから結構そういう配信多めだよね本当にだからふとふと顔を上げた瞬間を見るしかない <laughs> 顔を上げてくれた瞬間をそう見るしかないから じっくり待たない <laughs> 待たないといけない <laughs> そうねわかるめちゃ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 わかるわ <laughs> かりみが深い <laughs> そう下向いてて <laughs> ねたまにたまにそう顔上げてくれるあのあの 貴重さ <laughs> 貴重さっていうのかなそうのレアレア感かわいいお顔が見えた時のレア感がねあってねそういいですよねめちゃめちゃそうめちゃめちゃいいと思うねねえそうですね <laughs> そう そうですねあ、なんだっけそう <laughs> であそう皆さんがね多分今日あのそうさっきからねあの結構私読んでこなかったんですけどそうあえて読んでこなかったんですけどそうあのそう あえてねまだまだ読んでこなかったんですけどそ28日のことなんですけどそうですねうんありがとうございますって感じですありがとうございますうんなんかうんなんか正直皆さんの ツイートとかも拝見させてもらったし。なんだろう。こう。うん。なんか。すごい。待っててくださった方。がね。いる。いた。し。そう。でも、なんか。その。みなさん。みなさんにとっての。 なんだろうこう皆さんにとっての初日がなんか皆さんにとっての初日はなんかフルで出演できたらじゃないですかでもなんか私たち私まあ私にとっても まあ皆さんから見たらそのフルで出演した日が初日って呼ばれてるのはめちゃめちゃわかるんですけどなんか私たちが初めて立ったのはその最初の11人で出た時だからなんかうんなんだろうちょっと。 ちょっとモヤモヤ？なんかそう単純にあのフル出演おめでとうが嬉しいんですよ。フル出演フル出演おめでとうって言葉は嬉しいんですけど、なんか初日おめでとうって言われるとなんだろうなんかうんちょっとモヤモヤなのかな？わからない。そう心,心が 痛くなる痛くなるっていうのかなうんなんかうんそうなんだろうすごく嬉しいことなんだろうけどそうすごく複雑そう複雑なんだよねそうなんかうん初めて立った時は 初めてたった時を初日って定義するのか全部フルで出演した時を初日って定義するかの違いなんだけどなんだろう、うん、皆さん皆さんがこう皆さんがなんかこう言われた時のことを。 かん考えてほしいというか、なんかこう、こうなんだろう、うん、そうなんかちょっと複雑な気持ちもあるあるかなってそう思うけど、でもそう二十八日は、そう精一杯、そう頑張ろうとは思ってますすごく、そう。 そうなんだよねまあ難しいうん難しいよねそうそうねそう,そう,そうでも28日はすごくねそうあの 楽しみにそう待,っててくれた待っててくださった方のためにもそう28日はこう皆さんにねあのお会いできたらちゃんとねお会いできたらいいなって思うのでそうたくさんねそうコメントしてくださった方メールでもね「あのおめでとう」って言ってくださった方本当に本当にありがとうございます。 <laughs> なん感じかなあとはなんかあのー、なんだっけなあそうなんかあのー 前,前かなこの前かないついつの配信で言うとか忘れちゃったなんか嬉しいお知らせ嬉しいお知らせがあるからみたいなあの嬉しいお知らせがあるからみたいなやつを言ってたじゃないですかなんかそれはあのなんかねなんか毎回毎回ねなんか毎回なんかあれなのなんか予期,予期せぬ 予期せぬところで予期せぬところでね嬉しいお知らせがね入ってくるのいや何て言えばいいんだろうなんかわかる <laughs> あの毎回毎回なんか嬉しいお知らせを待っててくださいって言うとなんかあの予期せぬタイミングで嬉しいお知らせがこう重なってくるじゃないですか結構あの私がもともとずっとねずっと言ってた嬉しいお知らせ ずっとずっと言ってた嬉しいお知らせ、ま前,前までね、前まで前まで言ってた嬉しいお知らせってあのクラクラさんクラクラさんのことだったじゃないですか。でもなんかクラクラさんの前になんか嬉しいお知らせがあったじゃないですか。あの <laughs> なんて言えばいいの。なかさみんながみんながなんか勘違いこれが嬉しいお知らせだよねって勘違いする。 嬉しいお知らせが、なんかこう、途中でギュイーンって入ってくるんですよ。あの <laughs> そ、そう、そあの、そうそうそう。だから、あの、私も私もびっくり。そう、私もびっくりするんですけど、そうそう、私もびっくりするんですけど、そう、なんか、あの、予期せぬ、予期せぬタイミングの嬉しいお知らせが入ってきて、なんかよくね、あの、このことかなって。 そうこのことかなって言われるんですけどなんかねなんかあのすごいとてもとてもこちらとてもこちら予き予期せぬ段階何と <laughs> 言えばいいんだろう本当にねあのとてもこちらもなんか把握しきれてない把握しきれてないなんか予期せぬお知らせがあの <laughs> 重なってくるんですけどそうあのなんだろう <laughs> なんか あれですねな。なんですかね。そのね <laughs> ねあのそうなんです。そうなんです。<laughs> そういうことなんです <laughs>。なんかよく締め方がわからなくなっちゃったけど、そうなんかそうあれなんですよね。すごくこう牛耳んって。 はいはい、<laughs> ギュイーンってなんかそう重なってくるからこちらこちら側もびっくりです <laughs> こちら側もそうびっくりなんですでもなんかそう皆さんにこうお知らせとしてこういいお知らせがねすごく入ってくるのはすごくすごくそうあのいいことですしなんだろうそれによってねこう なんだろう活動の方もこう忙しくなる忙しくなってくるのもすごくこうまあ、毎日が充実しててすごく嬉しいことだなって思っててそうだからまたねまたその嬉しいお知らせがあるあることを願ってあったらあったらあることを願って。 <laughs> 分かんないよく分かんなくなってきちゃったその嬉しいお知らせがこれからねまたそう割り込み割り込みとして入ってきたりとかするお知らせも含めてそうお知らせも全部全部嬉しいお知らせを含めてあの待ってていただけたらそう嬉しいなって思いますまたある時があったらまたある時があったら分かんない何て言えばいいのこれは 何 <laughs> て言えばいいんだろうねなんかそう何て言えばいいか分からなくなったけどそうねあるといいですねめちゃめちゃなんか私も何私も楽しみです <laughs> 私も楽しみですそのなんか突然の突然のあの突然の割り込みが <laughs> 割り込みみが楽しみです待ってていや待っててって感じというより私が待ってますって感じです <laughs>。待っててねっていうか私が待ってますって感じですかね。だってそうじゃない嬉しいお知らせは私が待ってますって感じです <laughs> そう。ね。まあ一緒に待ちましょうってことですね。 めちゃめちゃね <laughs> そんな感じかな <laughs> ねでもやっとなんだろううん何んだろう なんていうのか,ななんかやっとうんやっとうんなんだろうなんかこうなんだちょっと待ってねあの語彙力低下がね最近最近というか結構日々なんだけど日々のね語彙力低下が問題となっておりまして。<laughs> めっちゃ大事なお知らせみたいに言うけどあの日々の語彙力低下がちょっと問題になってましてちょっとあの今言葉を考え中でございます <laughs> ちょっと今,今言葉を考え中によりちょっとあのちょっとあの何ですかあのお話がお話がちょっとあの停止いたしますはい <laughs>、はい、ちょっと日々の語彙力の低下によりちょっとねちょっとだけ。 おんだろうえー、っとですねあそうそうそう何 <laughs>、えー、と言えばいいのですかねえっと28日は28日はうんこう何私私の目標ね私の私の目標はえー 全員と目を合わせる <laughs> 全員とあの来てくださった皆さんと一回一回一人一回は絶対に目を合わせる <laughs> 毎回目標にしてるんだけどそう毎回毎回目標にしてるの毎回それを目標にしててそうめちゃめちゃねあの MC の時 MC の時とかも大切にしてることなんだけど MC の時ってみんなこう内側寄りという言いますかなんかこう MC の時は大体メンバー同士で目を合わせることが多いんですよ。でなんかまあそれもあのそれもなんか大切にしてるんですよ。 それもね結構大切にしてるんですけどなんかやっぱりこう笑いが起きた場面こう面白いことがあった場面とかだとこうフ,ァンのファンの方と目を合わせてこう一緒にね笑ったりとかそういうのも心がけててなんですかねファンの方と一体になれる感じをそうめちゃめちゃ気をつけててだからこう MC の時もこう「なんとかだよね」とかの時にこうファンの人によって。 に向かって目をね。そう合わせたりだとかそう。そういうのも結構私の中でね。私の中ですごい。細かいことかもしれないけど、めちゃめちゃそこも意識してるから、あのもしよかったらあのなんかこう客席をね。私が私が客席を見てたら目,目を合わせに来てほしいです。あの、結構ね。あの、私が目,目を合わせに行くんだよ。 私が結構客席に向かって目を合わせに行くんだけどだいたいね目が合わない <laughs> 悲しいよ <laughs> 悲しいよってなるからそうあの気づいたらそう目を合わせにそう来てくださいそうそうあ全然ずっとずっと見てなくてもだ大丈夫よ。なんかこうあ客席こうこうこう,こう客席見てるからそうこうねちゃんとちゃんと全体を見渡してる。 ちゃんと全体を見渡してるからそうもしよかったらこう「うんうん」ってうなずくタイミングとかでこう目をね合わせてくれたらすごくそう嬉しいなって思って目が合うくらいには前の席をああ目を合わせましてありがとうございますそうそうそうあのなんだろう全然ね前の席とか後ろの席とか関係ないと思ってて。 私は結構前の席の人も見るし後ろの席の方だったり立ち見の方とも目を合わせようって私はね意識してるんですけど結構後ろの立って見てる方立ち見してる方で私のなんだろうサイリウム振ってくださってる方とかまあそうじゃない方もね気づいた方はいるのかなって思うんだけど結構後ろもね よく見ててそう後ろの方まで目をそう配ってるというか目を合わせるように意識してるから全然席とかは気にしないでそうあの立ち見だったから目が合わないとかじゃなくて全然私から目を合わせに行くのでもしよかったらねそう席とか関係なく私のそう方に目を合わせてねくださったら嬉しいです。そう そそうううなのああ初見ですすりがとうございますそうもしよかったらね目線をねこうそうこう何合わせにそう同じように合わせに来てくれたら嬉しい <laughs> 結構そうパラララランってそう目を合わせに行ってます全然あのそうなのそう柱越しでも全然目合わせに来てください本当にねあの柱の近くにいる方 柱の近くにいる方だと何だろう NGT48 の時とか横移動横移動はあるからそう NGT の曲の時とかにこう柱のところの方に行くとさやっぱ柱からずれるタイミングってあるじゃん。柱の奥が見えるタイミングがあるからそういう時は柱の奥の方。 を見るように意識してますそうちゃんとそうちゃんとねこう全こう何見れる角度がある時にそう見てるのでそうそうだからねもしよかったら私と目を合わせに来てください <laughs> そう絶対私目合ってる自信あるもん <laughs> あの本当にあのそう気のせいかなって思う方絶対目合ってます <laughs> あの自覚してください あのそろ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 自覚してくれないとあの私の片思いで終わってしまうんですけど <laughs> そうそうなね青白青白振ってたらそう大体見てると思ううんそう青白振ってくださる方は結構注目はしてるからそうあの全然私のことを推してない方っていうのかな私のサイリウム持ってない方もそう何こうね <laughs> こう。 私のサイリウム持ってない方でも目を合わせに行くんです <laughs> ちょっとちょっとやばいかな <laughs> そうそうそうあのそう全然全然こう私のサイリウムを持ってない人でも全力で目をこう, <laughs> そう全力で目をこうね合わせに行くから <laughs> だからあの別に今今見てる今見てる私のファンじゃない方 私のファンじゃない方もしよかったらねあの目あったらそうあ目あったなと思ってください <laughs> そ,うそ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 うな,のなるべくねそう全員と目が合うことを目標にしてるからそうなるべく皆さんと皆さんとね目が合えばいいなって思って。 ななるるべくこう心がけていることなのでそこもねそう注目してくださったら嬉しいかなって思いますそうあの特にあのマックス時315号 <laughs> そうマックス時の時はめちゃめちゃ注目してほしい私めちゃめちゃね全方向見ちゃう,そう踊ってる時めちゃめちゃ全方向を見る曲なんですけど。 なんかこう一番共有したい曲みんなと一番共有したい曲がと号なんですよなんか一番最後の曲でもあるじゃないですか一番最後の曲だしこう何て言うのこうねそう私がそう皆さんと一番目を合わせたい曲なので <laughs> そうそうあとポジションポジション移動がそうあんまりさ こうサビ,サビのポジション移動があんまりないからそそうそうだからこう全体を見渡しやすいというかそうめちゃめちゃね見やすいからそうなのだからそういう時にそう目線を送ってるのでそうなのであの目線送られたのに気づいたらきあの。 見見て <laughs> 見てそう目線送られてるのに、あのー、他のところは見ないでくださいねそう自分。自分じゃないかもって思わないでね。あ,のあなたです,あなたです <laughs> 目線目線送られてるのはあなたです <laughs>。そうそうですね。皆さんがここにねここにこうしてショールーム配信。 ここにこうしてねショールーム配信を見に来てくださってる皆さんがあの公演公演にね当たることを祈ってます <laughs>。そう。皆さんがね公演当たることを願ってるので。もしよかったらねそうそういうねそうところに注目していただけたら嬉しいかなって思います <laughs>。 そう。多分え絶対目合ってる方いるよ <laughs>。そう。絶対目合ってる方いるからね。本当に <laughs> 目目合ってる方本当にいる。あの、本当に目目合ってるのに <laughs> 目合ってるのにそう。自分じゃないんだって思ってる方絶対いるじゃん。目合ってます <laughs> え、もうね。あの私ね思うんです。 私私思うんですけどあのなんか私がもし私がもしその推しの推しの公園に行きましたとしたらもう目あったって勘違いしたもん勝ちだと思うの。なんかまあなんて言うんだろう こう1一個後ろの人そう1個後ろの人とかにレッスをね送ってたとしても私にしてくれたんだって勘違いしたもん勝ちなんですよそれが何だろうこうたの楽しい楽しいじゃないですけどな,なんていうのこうそう,そう全部全部勘違いしたもん勝ち本当に <laughs> <laughs> 全部全部勘違いしたもん勝ちそうだってそうあの楽しむことがそう大事楽しむことが大事だからもう全然勘違いしたもん勝ち本当にだから全然勘違いして <laughs> 全然勘違いしてほしいしきっと勘違いじゃないそれは <laughs> そう私私みたいに 私みたいにこう全員と目を合わせてる人っていると思うからそう私みたいにね全員と目を合わせてる人がいると思うからそうだからそう,そういう人もいるから多分絶対そう目が合ってる <laughs> 多分絶対目が合ってるから全然全然勘違いじゃないと思う <laughs> 全然あなたにあなたに送ってます そそううです, <laughs> そうな,です、はい、なのですはいなのでその気持ちでその気持ちで公演をね楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。というかなんだろう私たち私たちっていうか私私なんですけどみんながみんながどうかはわかんないけど私はこう何 勘違いいしして欲しいタイプ <laughs> 勘違いいしして欲しいタイプ <laughs> そのなんかできるだけみんなにレッスンを送ろうって思ってるから私はね私はできるだけみんなにレッスンを送ろうって思ってるからこう逆にこう勘違いしてほしいというか勘違いじゃないから <laughs> そう勘違いじゃないからそうあの。 みんなに受け取ってほしいからそうだから全然全然あの自分にだと思って <laughs> 自分にだと思ってくださいあのいくら隣にねいくら隣に同じ推しの人がいました <laughs> もう推し推しかぶりましたねってなるじゃん <laughs> でもでも両方に送ってる <laughs> 両方に1回ずつ送ってるからそうなったら そうなっったらら両方に1回ずつ送ってるからそうだからもうどっちもあ今の自分だってなのどっちもね2人とも2人ともあ今の自分だってそう勘違いして <laughs> うんいいよ2回とも2回とも自分がもらったって思ってもいい <laughs> そ,うそ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 う2回とも自分がもらったって思ってもいいの多分どっちも思ってる <laughs> 多分多分どっちも2回もらったって思ってるそれは <laughs> そ,うそうそうそううんそうそうそう多分どっちも2回もらったって思ってるから大丈夫自分も自分も2回もらったって思おう, <laughs> そ,うそ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 う全部自分多分ねそう自分がもらったって <laughs> そうそうそうねうんあの全然あの 換気休憩中換気休憩あるじゃない換気休憩中にえさっきの自分がもらったんだよって別に全然言い合いしててもいいから <laughs> 全然言い合いしててもいいからもうそんなそんな言い合いもさ楽しいでしょ <laughs> そんな言い合いも楽しいでしょなんか俺がもらったんだみたいな <laughs> 言い合いもなんか楽しいでしょなんか見てるこっちは面白いなって思うけど <laughs> 見てるこっちは楽しいなって思うんだけどさ <laughs> なんかなんかそこから始まるさ何そこから始まるこうお友達の関係も合うあると思うの私は。なんか同じ同じ同じ推しですねって始まるこう関係がねあるからそう,そういう関係もね楽し,だろう楽しみの一つ。 にしてしいなって,思ってててほいななっっ思んだろうこう「誰々さんとお友達になりました」とかこうそういう報告もねあるからなんだろうまあそういうつながりというか出会いそういうつながりとか出会いもめちゃめちゃそう大切にねそうしてほしいなって思うしそういう報告「誰々さんとお友達になりました」とか。 なんか今日は同じそう同じゆきちゃん推しの人と食べに行きましたとかそういうお話を聞くとすごくなんか嬉しいんですよ。何だろう,こう私のファンの方同士でこうなんか仲良くなっていただけるというかそうなんかよりね何だろうこの AKB48 グループさんの新聞アワードの ニューヒロイン賞もそうなんですけどなんだろう,こう皆さんの協力皆さんのこう団結力があったおかげで頂いた賞だ,だしそう他にもこうゲームのねゲームのイベントとかでも協力してくださったおかげでこう何ああいうねこう結構いい結果だったじゃないですか。結構そう ゲームのイベントもすごくいい結果がなってたからそういう感じでそうこれからもなんだろうなかよ <laughs> これからも仲良よになれるといいなって思うしって感じですかねなんかこのショールーム内ショールーム内とかでお話ししたことっていうかショールーム内でよく見かけるなみたいな <laughs>。 内でよく見かけるななみたいな方とねこう実際会ってお話できたりするのってすごく貴重というかねすごいあこの方がこの名前の方なんだみたいなそう感じに思うからそういうのもまたねそう知れるのはいいなって思うからねそういうのもすごいいいなって思いますラブタンズとは現場でよくあるやっぱりなんかさ ラブタンズ多いよね <laughs> なんかさあのクリスマス公演の時もさ思ったけどさ結構ラブタンズの方あの固まって固まってさこう固まってこうなんかあのいてくださったりとかするよね。なんかなんかさ聞いたクリスマス公演の時あの隣でしたみたいな <laughs> 隣。隣クリスマスマ公園の時同じ 隣,隣の方もラブタンズでしたみたいな方がいて <laughs> ねそうだよねそう隣の,方隣の方もラブタンズでびっくりしたみたいなさ方もいたからそうねすごく嬉しいですそうそういう声を聞くとめちゃめちゃ嬉しいなって思います <laughs> ね本当にそうめちゃめちゃ びっくりです <laughs> こちらとしてもねそう「隣ラブタンズ」だったって方が結構いて嬉しいなって思って私はねそうでも結構見ると本当にそうなんだよねあのあのこちら側ね <laughs> こちら側あのステージ側から見てもあれあそこなんか多分隣同士だなみたいな青白が並んでる青白青白みたいなさ そう青白が結構並んでるなみたいなのは結構こっちから見てても分かるからそうねびっくりするくらい隣同士の方がいてそう嬉しいです本当にそうなのねめちゃめちゃそうそういうのもいいですね <laughs> いいですねそうてか青白がね分かりやすいよね <laughs> 青白が分かりやすいまずまずめっちゃねあの青白分かりやすいよ <laughs> 自分の自分のカラー見つけやすくてそうねめちゃめちゃそうなのえツアーで隣ラブタンズってすごいねえびっくりツアーで隣ラブタンズはびっくりだねそれは <laughs> びっくりしちゃうよねちょっと先にさ壇上読んじゃっていい ちょっとねお時間が気になってきたからちょっとだけ先に壇上を読むねそう青白結構目立つよねびっくりしちゃったね周り5人ラブタンズえー、すごいとす娘えー、すごいね周りそうすごいよねちょっとちょっと読む,読むね <laughs> そう今まで青白の方いましたねいたんですよね今まで青白の方いましたすご, <laughs> すごくすごくすごく お姉様な先、お姉様感がすごくある。そう、すごく大好きな先輩です。<laughs> 先輩大好きな先輩です。ずっとね。拝見させていただいてた先輩です、ね、いましたね。ちょっとじゃあお読みしますね。13位はさんありがとうございます。 1 2位、ビッグラブコさんありがとうございます。11位、大作クさんありがとうございます。10位、ヨトさんありがとうございます。9位、松尾さんありがとうございます。8位、カズミネさんありがとうございます。7位、カワさんありがとうございます。6位、グッチさんありがとうございます。5位、コミニストさんありがとうございます。4位、ゴエさんありがとうございます。3位、オジャさんありがとうございます。 に令和の土方さんありがとうございます。1位かずちんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に見てくださって。ありがとうございます。本当に！ありがとう。ちょっとね。今日はゆっくり壇上をお読みできてちょっとだけね。そう、あの時間にね。余裕があったね。配信でした。<laughs> ありがとうございます。本当に。 ありがとう。今日もゆっくりね、見てくださって。ありがとうございます。本当に、ちょっとね、あの、最後にね、自己紹介とかをさせていただきたいので、ちょっとコメントね、飛んじゃってるんですけど、本当に今日、今日あんまりコメント読めてなくて、本当にごめんなさい。そう、今日ね、ちょっとお話ししたいことがたくさんあってね、あのちょっとずつ読んだつもりなんですけど、本当にありがとうございます。そう、ちょっと自己紹介だけして終わります。あるかな、自己紹介する時間。 N G T forty eight 三期生の柴野由紀です。由紀ちゃんかゆっきーって呼んでくれたら嬉しいです。二千三年十二月四日生まれの十九歳で血液型は A 型です。サイリウムカラーは青と白です。もしよかったらフォローよろしくお願いします。はい。今三千人目指してます。じゃあいつものいきます。ありがとうございます。ありがとう今日も見てくださってゆっくりあの。 休んでください <laughs> ゆっくり今日もねあのゆっくり休んでまた明日配信でお願いしますバイバイありがとうございましたおやすみなさいお疲れ様ありがとうございましたバイバイ